を続けるケンシロウとバットの前に突如現れた町。しばしの安息を求め町に身を寄せるケンシロウの前に現れたのは。なあ、あんた強そうだな。うちの用心棒にならないか。悪いが、長くとどまるつもりはない。なあ、そんなこと言わずにさ、ここには水も食料もたっぷりあるんだぜ。ケン。リン、なぜここに。もう会えないかと思ってた。呆れたやつだな。ここまで俺たちを追ってきたのか。その子は。砂漠で倒れているのを見つけたの。それでここまで一緒に。何でも人手を探しているみたいなの。お願いです、僕の村を救ってください。村を。お前ダキ、ダキじゃねえか。お前なんでこんなところに。バット兄ちゃん、バット兄ちゃんだ。なんで村を出てきたんだ。それに村を救えって何があったんだ。村の井戸が突然枯れちゃって水が出なくなっちゃったんだ。おばちゃん、僕たちみたいな身寄りのない子供がいるから村から出れなくて一人で井戸を掘ってるんだ。でもおばちゃん一人の力ではどうにもならないんだ。あのバーバーまだ生きてたのかよ。井戸を掘るには男の人の力が必要なんだ。ケン。バット、行こう。お前の村へ。え？案内してくれ。奴は利用できる。それに俺の勘が正しければ、あの男サザンクロスを一夜にして落としたという。よし、我々のオアシスが見つかったぞ。奴らが水をもたらしてくれる。と言いますじゃ。村にとどまって子供たちの面倒。はい、みんな親を殺されたり足手まといになったりで捨てられてしまった子供たちじゃ。それでわしが面倒を見とるというわけじゃ。今ではみんなわしの可愛い子供じゃ。え、俺はあんたの子だなんて思ってないぜ。そいつはどうしようもない悪ガキじゃが、こういうバカは余計に可愛いもんじゃって。こんな小さい子供たちを連れて旅をすることはできん。村にとどまるしかないんじゃ。なぜ村の者たちは井戸を掘ろうとせぬのだ。井戸の底に熱い岩盤があって、これ以上は無理なんじゃ。それでみんな諦めてしまったというわけじゃ。じゃが、わしは諦めるわけにはいかんのじゃ。そうか、なんとかしてみよう。いくら剣でも岩盤を割るなんて。
バット、剣を信じましょう。ああ、お願いしますじゃ。水がなければ、子供たちに生はない。はありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。水が出たことを知られれば、たちまち野党どもの餌食になってしまう。隠し通した方がよいだろう。わかりました。もしよろしければ、この村にとどまってはくれんじゃろうか。俺がいれば、かえって災いを招くことになるかもしれん。そうですか。お元気で。リンとバットを頼みます。ヘア、俺を置いていこうったってそうはいかないぜ。私もついていく。お前たち勝手にしろ。離れればガキ友の悲鳴も聞こえんだろう。よし、邪魔者は去った。行くぞ。バイクのエンジン音。俺には何も聞こえないぜ。村の方角だ。それも1台や2台ではない。まさか。おばさんたちが。戻るぞ。まさか戻ってきやがった。ジャッカル様に知らせるんだ。おお。お前たちの相手をしている暇はない。死にたい奴からさっさとかかってこい。ほざくな。あの水は俺たちのもんだぜ。とっとと帰んな。まさかこんなに早く戻ってくるとは。
だが俺はあんたとやり合う気はない。さらばだ。ジャック、ケン、ババア。おい、しっかりしろよ。大丈夫、子供たちは無事じゃ。ババア、まさか子供たちの身代わりに。バット、わしはお前がなんで村を出て行ったのか分かっていたよ。食べる量の多い自分がいなくなれば他の子に食料が行き渡る。わしや弟たちのために自分から口減らしになってくれたんじゃろう。お前は本当に優しい子じゃよ。それでバットはもらおう。バット、体に気をつけてな。バット、最後だ。母さんと言ってやれ。母さん、お母さん。やつら、地獄の果てまで詰めてやる。おとなしく言うこと聞いてるや。長生きできるのに言う。人を殺した後はしょんべんがしたくなる。お前はジャッカルの手下だな。貴様はババアの村の。死んでもらおう。そんなこと言っていいのか。ここには仲間がたくさんいる。俺が合図すればみんな出てくるぜ。構わん、合図してみろ。その方が手間が省ける。あとで吠え面かくな。助けないんですかい、ジャッカル様。その必要はない。なぜです。フォックスはあんたの右腕。右腕？俺の右腕はここにある。それに奴があの男の相手をしていればそれだけ俺たちが遠くに逃げることができる。しかしフォックスもただの男ではない。結構食い下がるかもしれんぞ。全員に町を離れると伝えてこい。なぜだ。なんで誰も出てこねえ。仲のいいことだな。くそ、裏切りやがったな、ジャッカル。てめえも奴らも皆殺しだ。殺してやる。